スマートフォンのカメラに映るのは一匹の猿。じーっとカメラを見つめると、ん？口の中？食べ物と勘違いしているのか、猿は何度もカメラを口の中へ。実はこの映像、ある男性がなくしたスマートフォンに残されていたもの。なんとこの猿、自撮りを楽しんでいたのです。撮影していたのは動画の他にも、自分の顔のドアップや鼻のドアップの写真。自撮りだけでなく、周りの木々も。携帯を取り戻した後、動画や写真を見つけた時、息ができないほど笑ったよ。男性は携帯をなくした翌日、家の周りでこの猿を見つけ、携帯を取り戻したということです。